無能な王もペテン師もお前らにもう用はない。宇宙の果てまで飛んでいけ。そして二度と帰るな、ドッカーン。ナイスショット。アバよカリム。なんか最近こんなのばっかりなんだぞ。マジで寒いんだけど。流氷の下見て。カリムさん、カリムさん、ご無事ですか？しっかりなさってください。ここはよかった。気が疲れましたね。どうやらスカラビア領のある時空の果てのようです。グリムさんはケムクジャラですし、僕たち人魚はある程度寒さに強い体ですが、監督生さんとカリムさんは長時間ここにいるのは命の危険が伴いそうな寒さだ。ほうきも絨毯もありませんし、飛んでいくことはできません。どういたしましょうか。だるいけど歩いて帰るしかなくね。吹き飛ばされて着地するまでかなり滞空時間が長かった。徒歩で帰るには何十時間かかるか。それにしてもフロイドのその声落ち着きませんね。契約書を破って破棄しますから元に戻しましょう。結構気に入ってたのに。声元に戻ったみたい。アズールと契約してユニーク魔法を貸すだなんてよくできますね。我が兄弟ながら感心します。なんだかんだ理由をつけて魔法を返してくれない気がするので、僕なら絶対にアズールと契約なんてしたくありませんよ。確かにアズールならやりそうだけどさ、俺別に魔法が返ってこなくてもいいし、声に飽きたらまた別の契約すりゃいいじゃん。お前たち聞こえてますよ。ジャミル、信じてたのに。あれ、ラッコちゃん泣いてんの？涙凍るよ。俺のせいだ。知らないうちにジャミルのことを追い詰めちまってた。ジャミルは本当はあんなことするようなやつじゃない。いつも俺を助けてくれて頼りになるいいやつで、